伸ばしてやむかい。ね、若いのに気の毒だわ。はい、箱気は使うな。あの、こちらゆるさん、そうなの。アナウンサーのゆるさん。さあ、ということで今日は対決企画でございます。好きね。今日はマナーで。だからでしょ、ターさん。何が？なんで一人でスーツ着てるんですか？今日はね、マナー講座でおなじみのエレガントマナースクール平林先生って方。あのめっちゃ怒る人ですか？私は怒るというか、ちゃんとご指導いただけるなっていう。うわ、もうこっから入ってるわ。もう、うわ、ずるいずるい。どうですか、マナーは。細かいマナーと言われるとね。まあでも社会人になって私ももう6年目になりますし、心身もね3年目になっちゃいます、うん、まあ挨拶とか礼儀、まあ、言葉遣いは私たちアナウンサーなので、はい、ある程度負けられないのかなって感じしますけど、うん、そうですね、これから先生をお呼びしますんで、はい、対決ということになりますんで、よろしくお願いします。お願いします、はい、それではお呼びしましょう。マナー講座でおなじみエレガントマナースクールの平林先生です。どうぞ。失礼いたします。どうぞ。失礼いたします。はじめまして、よろしくお願いします。平林でございます。どうぞよろしくお願いいたします。どうぞよろしくお願いします。一番最初に床を見るのは良くない。コミュニケーションの第一歩は相手のお顔を見ること。これが大事なので、床を見ずに私のを見て今一度お願いいたします。はい、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。機嫌悪そうだね。なぜ笑顔にならないんですか？笑顔でしたけど、めっちゃ面で笑顔のつもりでしたね。平林先生、本日は4人のマナーランキングをさせていただきたいと思います、はいはい、もうなんか決まったみたいです。お世話になります。よろしくお願いします。こちらマスコさん、どうぞよろしくお願いいたします。それではターさん、お辞儀の方から行きたいと存じますが、はい、先ほども言いましたように、頭を下げるのは謝罪と儀式儀礼的な時、結婚式とか、それ以外は第一印象は相手のお顔を見ていうことなんですね。だから深くしないようにお願いしたいんです、はい、頭を下げないようにお願いいたします、はい、なぜじゃあ頭を下げちゃいけないと思いますか？なぜ相手のお顔を見ると思いますか？顔見ながら目を、その真面目にお話しするのではなくて笑顔でお願いいたします。いや、あの、相手にしっかりと意思を伝えるために、はい、やはり目を合わせて。なるほど、いいことをおっしゃいますね。ありがとうございます、はい、でなぜ相手を前を見るかって言いますと、相手の顔色を見るため。はい、丁寧に説明したら、とろいんだよ、長いんだよ、かいつまんでこことこことポイントをお話したら減るかと思いになることもある。どんな状況なのか、早くお話しなきゃいけないのか、ゆっくりお話するのか、その方の顔色を見る、それが空気を読むということです、はい、よって頭を下げないということなんです。頭を下げずに、頭を下げるつもりで腰を折っていただきたいんです。はい、よろしいでしょうか、はい、で、綺麗なお辞儀をするためには綺麗な立ち姿が必要ですので、男性の立ち姿から入ります、はい、かがとをつけてもらって、かがとやで、足幅分25cm、24cm 開いていただきます、はい、目線は水平、手はですね、どちらが上でもいいから組んでいただきたい。で、今母さんは上の歯は出てるんですけども、下の歯が出ていませんので、口を閉めずに歯を出す。下の歯が出ない、下の歯が出てない、そう、8本以上、上が4本、下が4本、8本以上、おっしゃる通り8本以上、そうです。目で訴えてもダメ。はい、そして今手をこう組んでいるのですが、お辞儀をする時だけこう横にします。横にする、はい、その時に、指先が神経が漂っていないので、小指がなんか離れてるし、脇線に置きますね。脇線に置きます、はい、今そうです、そうです、それで凛々しくなりました。ありがとうございます。下の歯も出しておいて、ここから5、6センチ
5、6センチと二節分、見えますか？ええ、二節分、手を前に出すと同時に体をスライド。はい。戻して、もう一回言いますよ。5、6センチ、手を前に出すと同時に体をスライド。うるさいな、もう。ほんまや、うるさいね。いきますよ、笑顔笑顔、せーの、はい、止めて、深い深い、5、6センチだけ、5、6センチだけ、そうです。はい、戻して、はい、今一度下の歯を出して、せーの、はい、いって、戻して、せーの、はい、1、2、なんかまごまごしてます。今一度、せーの、はい、1、2、せーの、はい、今一度、はい、今一度、はい、手が動いていないので、なんかアヒルみたい。せーの、はい、行って戻す、行って戻す、これが会釈です。会釈です、5、6センチ。せーの、はい、行って戻す。今度はですね、手幅いっぱい、手幅いっぱいで、ここですね、はい、ここにこの人差し指が前に来るまで止めてくださいますか。そして体をスライド、はい、戻してくださいませ。今一度、せーの、はい、そうでございます。はい、戻します。これが中間の位置なんですが、はい、先ほどの速度の倍、先ほどは1、2でしたので、今度は1、2、3、4と戻していただけますか。はい、歯を出したまま、せーの、はい、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4。挨拶言葉は会釈でしないと仰々しいというバカ丁寧になります。ですから挨拶は会釈でします、はい、夕方の挨拶、はい、やってみてくださいませ。はい、どうぞ。こんばんは。深くなりすぎ、会釈、5、6センチ。はい、こんばんは。背筋伸ばして、もう一回、はぁ、今一度、はい、こんばんは。声の質はいいんですけども、ありがとうございます。声の質がいいんですが、心には残らないけど耳には残る。だから心に残らないといけない、はい、それはこんばんは、こんばんは、最後の音上げる、こんばんは、こんばんはそれはミッキーマウス、こんばんはに近い、はい、滑稽である、滑稽である。よって声の質がいいんだから、そこに明るさを入れたらもう鬼に金棒なんですよ。だからこんばんは、せーの、はい、こんばんは、1、2、こんばんは、1、2、お昼、はい、こんにちは、朝一番であれば、はい、おはようございます、1、2、おはようございます、1、2、そうです、せーの、はい、おはようございます、1、2、言った後に歯を出すんですよ。極端なことを言ったら、今やってるのはこんばんは、孫になってるから印象が悪い、印象が悪い、そう、印象が悪い、指さすなよ、こっちも刺したくなるこんばんはそうです、朝であれば、はい、おはようございます、1、2、お昼2時であれば、はい、こんにちは、そうです、そうです、良くなってきました。今度中間量を思い出してみましょう。お手幅いっぱいでしたね、はい、せーの、はい、1、2、3、4、相手の子見たか、もう一回、はい、はい、1、2、3、4、上がった後に下の唇を下の歯を出さないと、おっしゃる通り、そのまま実行せ言うんだったら、はい、今一度、はい、1、2、3、4、お礼の言葉を言ってみましょう。ありがとうございます、会釈ではお礼にはならないから中間礼で、ありがとうございます、1、2、3、下でほんのわずか止める気持ちで、そしたら心がこもったように見える、手はこうにつけといて、はい、せーの、はい、ありがとう。じゃあお礼でお願いいたします。いつもからですか、はい、あ、じゃあそれは日頃の感謝、あなた言うとりするか、どっちやね、日頃の感謝かお礼か、どっちや、どっちや、日頃の感謝、 OK、 それではせーの、はい、いつもありだから日頃の感謝だよ、日頃の感謝、それでは参ります、せーの、はい、いつもお世話になっております、2、3、4、OK、 そうなんですよ。だから会釈と中間礼の違い、お礼とかお詫びとか日頃の感謝は中間礼で、挨拶言葉とか待たせる前とか待たせた後というのは会釈です。それでは待たせる前、はい、言ってみましょう。待たせる前の言葉、待たせる前、はい、待っていただく時の言葉、少々お待ちください、それは命令やね、相手に物を頼む時は疑問文、少々お待ち願えますでしょうか、はい、どうぞ。
少々お待ち願いますでしょうか。1、2、キビキビと、もう一回、はい、少々お待ち願いますでしょうか。はい、5秒あげて。それではもう一度いきます。お昼に目があったら、はい、どうぞ。こんにちは。待たせる前は、はい、どうぞ。少々お待ち願いますでしょうか。そうです、お礼の言葉を。はい、ありがとうございます。夕方目があったら、はい、こんばんは。うん、のっこみ、はい、ぞ。はい、大丈夫です。はい、はい、もうこの辺で止めておきましょう。お疲れ様でございます。ありがとうございました、はい、すごい、うん、最初より全然違う、ね、別人じゃないの。塩ぜ、塩ぜ、塩ぐらいに良くなりました。はい、いい、ありがとうございます。てか、前の時にありがとうございます。そろそろ変わってよろしいですか。お疲れ様です。ありがとうございました。ありがとうございます。手を前に出せ。親口かとけ。失礼します。はい、それでは第2弾といたしまして、加古さん、はいはい、言葉の使い方っていうのを勉強してみたいと思うんですね、はい、あの言葉っていうのは敵にも味方にもなるんですけども、敵にすることなく味方にするっていうことが必要だと思うんです。よって今から言葉遣いを勉強していきたいのですが、はい、どうぞおかけになっていただけますでしょうか。 ありがとうございます、はい、します。人に物をお願いするときって、まず依頼は全てクエスチョンなんです、はい、クエスチョン、なぜだと思いますか。疑問文だからです、うん、疑問文だから、はいはい、ああしてください、こうしてくださいっていうのは、お任せしろ、お任せしたらどうやっていうことになるんです、はい、可能でございますか、差し支えございませんかって言った方が、相手を早く動くの同時に、うん、自分は嫌われなくて済むんです。つまり、少々お待ち願いますでしょうかとおっしゃってみてくださいませ。はい、少々お待ち願いますでしょうか。そうだ、もう一回、はい、少々お待ち願いますでしょうか。再度、はい、少々お待ち願いますでしょうか。ちょっと待てよって言わずに、はい、少々お待ち願いますでしょうか。そうです、待たせた後、はい、お待たせいたしましたと言います。はい、どうぞ。お待たせいたしました。ここは大事なのは、いたというのを強く言うことです。はい、どうぞ。お待たせいたしました。そう、お待たせしましたと聞こえるの。お待たせいたしました。お待たせいたしました。そうですね、部屋に入るとき何て言いますか。入ります。どこに入るの。なんか風呂に入るの。部屋に入るとき何て言うの。ただいま。それは帰ったときでしょ。そしたら椅子に腰掛けるとき何て言うの。座ります。誰が座ります。勝手に座れ。タアさん何て言うんでしょうか。ね、椅子に腰掛けるとき、ね、失礼いたします。そうです、そうなんです。せーの、はい、失礼いたします。さすがタアさん、ちょっと年齢が 上だなと。年の子ですね、はい、ありがとうございます。そう、ドア開けるときは失礼いたします。そうです、両手で渡さなきゃいけないもの、片手になったら片手で失礼いたします。そうです、待たせた後は失礼いたします。あ、ほんの言って覚えた。待たせた後だって言ってる。失礼いたしました。違う、待たせた。え、お待たせいたしました。もう自分ばっかり段取りする、そんな大阪どっか欠けていますね、若いのに気の毒だわ。はい、次、了解という言葉は了解了解と言わないよね。承知いたしました。承知いたしました。かしこまりました。そうです、かしこまりました。かしこまりましたです。わかりましたではなくて、かしこまりました。そうですね。でもね、このかしこまりましたでは、わかってないでしょうって立て付けに言ったら、わかってないでしょうって言われるので、はい、かしこまりましたと言います。はい、かしこまりました。はい、かしこまりました。そうです、今一度、はい、かしこまりました。はい、はい、というところで、ここで1秒置いてほしいんです。はい、かしこまりました。そう、世の中で速いのは望みではない、飛行機でもない、人間が考えること、考えることがとても速いので、何を頼まれたのか、何て言われたのかということを飲み込んだということが、相手がアイコンタクトができるからなんです。よって、今一度、はい、かしこまりました。そうですね、了解という言葉は、はい、かしこまりました。はい、続いて、恐れ入りますという言葉、復唱昭和していただけますか。恐れ入ります。今一度、恐れ入ります。この言葉は呼び言葉として使ってほしいんです。呼びかけるときに使うんです。呼びかけるとき、電話の声が聞こえないときは恐れ入ります。そうそうそう、そう言うんですよ。あの、すいませんっていうときに、
恐れ入ります。そうです、恐れ入りますって言うんですよ。恐れ入ります。そうそうそうです、任せた後は恐れ入ります。なんでやねんあ、お待たせいたしました。待っていただく時は少々お待ち願えますでしょうか。 OK っていう時は、はい、かしこまりました。部屋に入る時は失礼いたします。部屋から出ていく時は失礼いたします。それではもう一度ドラマ化して、はい、一つ目は何だったでしょうか。少々お待ち願えますでしょうか、はい、そうですね。二つ目はお待たせいたしました。続いて三つ目は恐れ入ります、はい、続いて四つ目は失礼いたしました、はい、続いてはいどうぞ。はい、かしこまりました、はい、それではもう一度消えましたので、はい、ドラマ化して一つ目は、はい、少々お待ち願えますでしょうか。はい、その後取って戻ってきたところです。お待たせいたしました。ご夫婦が喋り込んでるんです。恐れ入ります。それを突き出すんです。失礼いたします。そうです、あれもこれも頼むよって言われるんです。はい、かしこまりました。そう、これが5つの接遇用語以上でございます。はい、はい、ありがとうございました。ましたはないで、過去形はないで、大割りじゃないで、ずっとあんたに付きまとってやる。はい、それではリナさん、はい、椅子のかけ方、椅子のをかけてのお辞儀、そして自己紹介というふうに進んでいきたいと思います。はい、はい、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。それではどうぞかけてみてくださいませ。はい、椅子にかけましょう。はい、失礼いたします。失礼いたします。失礼いたします。床みたいな。コミュニケーションの第一歩は相手のお顔を見ることから始まります。はい、かしこまりました。失礼いたします。スカートなんか持たない。スカートなんか持たない。失礼いたします。はい、今立ってる位置はどっちですか。こちらでした。右は上座ですね。だからレストランなんかで食事行った時にあなたを連れて行ったら、あ、ボーイフレンドが恥をかくことになります。いけませんね。下座に立ちましょう。はい、下座ですね。はい、はい、下座から椅子の立ち座りをしていくんです。はい、で座る前に何て言うんでしたか。失礼いたします。はい、下の唇が全然出てないわ。失礼いたします。失礼いたします。スカート持つない言うてるやろ。失礼いたします。スカートの辺を踏んじゃいますよ。え、ちょっとこっち側に、はい、失礼いたします。はい、行きますよ。はい、右足が前、これを斜めに出そう。斜めに、はい、右足をこう出すんではなくて斜めに出す。右足が前、左足を右足につけながら椅子の前、右足に左足をつけて椅子だけ見てまっすぐストーン、腰を浮かせて椅子を引く。そうです、はい、もう背もたれは絶対しないことです。はい、家ではするんだよ、はい、家では足組んでもいいし背もたれしてもいいんだよ、はい、人の前だけ覚えておくんです。人の前だけ、はい、立ち上がるとき失礼いたします。失礼いたします。まっすぐストーンと立ち上がる。はい、ここで自己紹介します。はい、で会釈で初めまして。初めまして。ね、あなたはでもどっちかって中国みたいにシェイシェイになって好きが好きだらけになって好きだらけになってるから、ここを V にする、はい、V、 V、 そしてどっちかの足を反則出してかかとをつける。はい、はい、でこれがしんどくなってきたら反則引く。後ろに重心あって前を浮かす。これが足が疲れない、8時間でも9時間でも立てる方法なんです。はい、で、はい、脇は、そう、はい、そのままで失礼いたします。失礼いたします。というわけです。それと同じように、はじめまして。はじめまして、その時に手を握ったままではなくて小指と小指を伸ばして、はじめまして。はじめまして。センスのように下げるだけ。はい、はじめまして。はじめまして。5、6センチ下げると同時にもう一回、はじめまして。で、行って上がった時に上の端が出てない、やっぱ苦手なんかな。はじめまして。はい、はじめまして。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 私、TBS テレビに在籍いたしております山本里奈でございます。どうぞよろしくお願いいたします。1、2、3、もっと深くしないと。はい、で椅子に腰掛けます。今一度、はい、失礼いたします。失礼いたします。はい、右、左、右、椅子だけ見てまっすぐストーン、
腰を浮かせて椅子を引いて、腰を浮かせて椅子を引きます。はい、そこからお辞儀をします。はじめまして。はじめまして。私、リナが受けたまわります。どうぞよろしくお願いいたします。2、3、4。私、リナが受けたま…そうそうそう、自分が聞くときは受けたまわると言います。はい、受けたまわる。もう一回。受けたまわる。私、リナが受けたまわりますとお願いいたします。私、リナが受けたまわります。人が聞くときはお尋ね願いますでしょうか。お尋ね願いますでしょうか。もう一回。お尋ね願いますでしょうか。聞いたこと私に、私が聞きたい、お聞かせ願いますでしょうか。お聞かせ願いますでしょうか。今一度。お聞かせ願いますでしょうか。お聞かせ願いますでしょうか。自分が聞くときは、はい、私リナが受けたまわります。今からちょっとご相談したいことがあるんですけど、言ってもよろしいですか。はい、私リナが受けたまわります。私に言っても仕方がないので、ディレクターに言ってくださいって何て言いますか。お尋ね願いますでしょうか。そうです、ディレクターが何て言ったのかっていうことを私が聞きたいんです。お聞かせ願いますでしょうか。よっしゃ、それです、それです。そうなんです。はい、ありがとうございます。お時間頂戴いたしました。ありがとうございました。発酵機は使うな。今一度ありがとうございます。そうなんです、横にいる人もそうするんです。動作か言葉か表情が、この3つのうち2つあったら生き残れる。はい、うん、ありがとうございました。過去形使わない、嘘やろ。第4弾、はい、慎太郎さん謝罪ということで、うん、進めてまいりたいと思いますが、じゃあちょっと詫びていただいて、椅子に腰掛けるという体勢までいきましょうか。はい、はい、一つしかないですよ。大変申し訳ございませんでした。何したの。失礼いたしました。ということで、あのこちらあの謝罪、ゆるさん、ゆるさん、そんないらん。ダメですか。私の腹は収まってない。あらら。何やそれ。土下座をしたという動作に対して、うん、このジェスチャーはいいと思います。はい、言葉と表情と動作のうち2つあったら生き残れるんですが、今1つ土下座だけはあったので、でもそれでは生き残れません。はい、相手が、うん、謝罪に対して納得してないからです。あんた一言だからそう言えるのよねとか、大体ね、すいませんとか言ったら警察いらんのよ。で、相手が余計上げ足を取って余計ご立腹なさるんです。だから、申し訳ございませんっていう言葉っていうのは、この上に何かつけるか、この下に何かをつけるんです。下に？はい、何かをつけるんです。申し訳ございませんでした。長い言葉つけてみて。え？申し訳ございませんでした。過去形にしただけじゃん。この度は大変ご迷惑をおかけいたしまして本当に申し訳ございませんとか、行き届かなくて申し訳ございませんとか、あるいは申し訳ございません、今後このようなことがないように注意いたしますのでどうぞご了承願いますでしょうか、この下の方にずっと長い言葉がなかったら許されへんのですよ。短い言葉で収めようとするから。申し訳ございません、今後このようなことがないように肝に銘じてまいります。一度これからも、努力してまいりますのでどうぞ今後ともよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。依頼はあかんの。あ、依頼ですね、うんうん、もちろんここまで不祥事を起こすような出来事があってはならないのですけど、自分がやったことじゃなくても詫びなければならないことってあるでしょう。詫びなきゃならないこと、そうですね、この度はうちの近藤加護が、大変失礼を働きまして申し訳ございません。以後このようなことがないようにしっかりと指導してまいりますので今後ともよろしくお願いいたします。いや、考えはね、それは笑顔であったらいかんです。あ、ダメですか、うん、相手がね、まず信号変わるまで詫び続けるんです。あなたの部下のことだから、そのあなたに、うん、言ったところでどうにもならないけどとか、僕も言い過ぎだけどとか、あるいは私も何度も同じこと言ってるけどっていうことは、もう言うことがなくなったっていうことなんです。それが青信号、その青信号を見てからお土産を出すんですよ。はい、はい、どうぞ。はい、どうしました。こちら詫びの印としまして。詫びの印はいかんな、それでごまかそうとしたっていうことになるから。ああ、だよね。おっしゃる通りです。なぬおっしゃる
お近づきの印？お近づきの印？違います？いいです。お近づきの印としては何ですか？いけるなんですが、なんかいるない。あ、お近づきの印としてマジとかヤバいとかなんてとか、うそとか言ってる若者言葉を、そういうわび言葉の時に絶対使うな。承知しました。お近づきの印です。こちらリスン、かわいいって言うたらええの？お近づきの印でございます、こちら。何サーカスなん？これ何やねん？これは見ないとわからんのか、自分が買ってきたもの。あれ、ちょっとモナカです。はい、じゃあ誰かに買ってきてもらった？自分で謝罪してるのに人に買ってきてもらったんやね。正直者はバカを見る。すいません、世の中に本音と建前ってあるやろ。ああ、本音できるのよ、その年齢で。そうなんですよ、そこがちょっと困ってるんですよ。そうなんだ、私は相談に乗ろう。なんでやねん。お近づきの印でございます、モナカでございます。高温多湿を避けて保存ください。読まんでええわ。読まんでいいんですか？モナカだから、分かってるわ。お口に合いますかどうか、お口に合いますかどうか分かりかねますが、お召し上がり願いますでしょうかって、人に物を頼むときは依頼文、依頼文、あなたはアナウンサーとしてこの文字は読めるんだけども、自分で作ったら下手を打つ。言われたことあります、本当に。そうなんですよ。黙ってたらいいのにねって言われたんです、この間。それはよく、なんでそんなこと言いませんね。お召し上がり願いますでしょうか。ありがとうございます、遠慮なく頂戴いたします。一旦ちょっとパネルでありますので、そこに置いていただけますか。はい、で、風呂敷を片付けていただけますか。はい、失礼いたします。風呂敷のまま出さないっていうのはとってもいいと思うの。おね、風呂敷っていうのは、はい、道中の塵除けだから。ああ、真心に塵や埃をかけたものをそのまま渡したらいかんの。なるほど。紙袋も一緒、持ちやすくて道中の塵除けでもあるからなんです。道中の塵除けか、はい、それが謝罪のやり方になります。でも謝罪どころか余計湧き上がって余計腹が立ってきましたので、これでお開きにします。どうもありがとうございます。ありがとうございます。やばい先生、本日はありがとうございます。こちらの方こそありがとうございます。さあ、本日はいかがでしたか？リーさん、恥ずかしいです。失態を犯しまして申し訳ございません。あまり言葉数を喋らない方が良いと存じます。では平林先生、ではランキングの方よろしくお願いします。お呼びが離れてるよ。すごい。一番良かったのは慎太郎さんですね。へえ。一生懸命体を見つけようというのが見えましたので、とっても良かったと思います。一番悪いのは高明さんですね。なんせごまかそうごまかそうとする、もうあのごまかし方がとっても可愛らしいんですけども、佳子さんはすごく頭がよくて覚えがいいんですけども、やはり素直さがちょっと抜けるところがあるかなと思います。で、リナさんは素直な、とても素直なので、あの伝わってきます。ですからまずは慎太郎さんが90ですね。で、次にリナさんが80ですね。で、佳子さんが70、高橋さんは30ってところです、ね。めちゃくちゃ落ちた、はい、そうですね。以上、あの一生懸命やって体に身につけようっていうのは頭で覚えるんではなくて、体に身につけたら離れることはないので、即実践即実行をお願いしたいと思います。以上、鬼のマナー講師クソババア平林美也子でございます。ありがとうございます。ありがとうございます。もう本当に厳しい言葉の数々をあえてご指導の中に入れてくださったということで、改めてありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。本当にでも人生の財産となる、ね、貴重な体験でした。はい、このチャンネルいいと思った方、グッドボタン、そしてチャンネル登録いただけますでしょうか。よろしくお願いします。お願いいたします。ということで、平林先生でした。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。いいのよ。